そう、初配信の時はですね、言うてそんなに緊張してなかったっていうか、なんか、あの、歌ってる時は本当に緊張した。最初の一発目の歌だから頑張ろうみたいな感じだったけど、まあ歌は頑張りたいなとは思ってるけど、配信は、まあありのまんまの感じで喋ろうみたいな感じになってたから、割と歌以外は緊張してなかった気がする。あとね、冒頭にね、熱きデュエリストたちっていう遊戯王の曲のね、リコーダー吹いてたじゃないですか。実はね、お前ら、これ初出し情報なんだけどさ、熱きデュエリストたちのリコーダー演奏は、カネがオーディションの時、面接で吹いてたんだ。カバー社員の前で吹いてたんだ。いやー、なんかさ、なんかただ面接するだけじゃ、ちょっと物足りなさそうっていうか、一個爪痕を残してっていうので、普通ね、めちゃめちゃ真面目な面接だからね、こういう特技披露してくださいみたいな時間はないわけよ。でも、逆質問の時に、すいません、準備してきたものが一個あるので、いいっすかつって。まあ、その時、リモート面接っていうか、画面に自分の顔をさらだけ出してね、やってたわけですよ。で、画面だったらさ、こいつがリコーダーを用意してるかしてないかわからないじゃん。で、下からスーってリコーダーを出してね、熱きデュエリストたちっていう、ね、曲を、ピーピロピーピロしてたわけなんで。はーい、っていう思い出がありますね。ね、結構ね、これ採用に動いたんじゃないのかなって、ね、勝手に思ってる。まあ、採用に動いたまではいかなくても、まあ、印象に残ったんだろうなと思う。あー、あいつねーっていう。はーい。